おはようございます。現在朝の4時30分早起きかっていう今日はですね、東海オンエアさんの撮影に参加させていただくので、これから準備して岡崎の方に向かおうと思います。もうね、ずっと緊張してるの。まあワクワクもねすごいんですけど、それでもう遠足のさ前日の小学生かっていうぐらいにワクワクしすぎて朝の4時に起きるっていうもう一回寝ようと思ったんですけど寝れなくて、なので今から準備していこうと思います。いくよ。最寄り駅の近くのねコインパーキングに停めまして、今ちょっと歩いておりますが、なんと現在の気温は2度だそうです。昼間に合わせてね、薄着できたもんでめちゃくちゃ寒いんですけど、これからまずね東京駅行って、乗り換えて、岡崎の方に向かおうかと思います。新快速大駅行きです。停車出ますと川通り、岡崎、安城、刈谷、岡崎駅着きました。ここですね、虫さんがね迎えに来てくれるらしいんで探しますか。これから東海オンエアの皆さんがここで授業をするよ。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。すいません、大して喋れず申し訳ないです。本当にすみません。ちなみにどうでした、初授業でしたけど。めっちゃ疲れた。いや本当に寝たいです。皆さん、まあ、授業が下手くそなのは当然なんだけどさ、聞くのが下手すぎ普通に授業嫌いすぎ。いやそうよ、真剣に授業の授業を受ける時の本当の自分で行こうと思ったらちょうどあれぐらいだった、ね、ちょうどあれぐらい最初の方を、まあ、割とワイワイやってたじゃん。なんか後半本当の授業みたいな。後半マジで疲れちゃう。積分の話だってマジ疲れる。マジで本当無理だった。飛脚指数でもう訳わかんない。眠い眠い。次の説明すんなと思って。分かりやすいよ言ってたのに。でも子供はあんだけ難しいことを毎日やってるってすごいわ。不況だもん。不況だよこれ。カチカチの椅子で座ってるだけで辛いんだ。変えた方がいいよ。本当お疲れ様でした。すいません。いや全然全然。あの積分の授業やってますんでぜひよかったら見てください。じゃあ本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。帰ってきました。ただいま群馬ということで、無事帰ってきました。まあ、この動画を投稿している時に東海オンエアさんの方のチャンネルでね、自分が出演しているものが投稿されていると思います。で、まあ、どういう風に編集ねしていただいているかわからないんですが、私ねほとんど喋れなくてですねどうなってるんでしょうかわかんないんですけどまあ皆さんにねとて楽しい動画だったら嬉しいなとは思います。で動画撮ってないところでなんですが、哲也さんに今年ね必ずこのチャンネル100万いくんで100万いったらぜひうちとコラボしてくださいみたいな話をしたら、ああ全然いいっすよみたいなことを言ってくれたので、社交辞令かもしれないけど言ってもいただいたんでね、本当にねうちのチャンネルでなんか東海さんとなんかわちゃわちゃできたら楽しいなとも思ってるので、その言葉を一個のねエネルギーにして今年頑張っていこうと思います。はい、ということでひとまず長旅でした。楽しかったですけどね。以上です。またこれからも頑張っていきましょう。皆さんも投稿いつかわかんないけど受験とかテストとかお疲れ様。おやすみ。